時刻は6時28分。すごいですね。もう駐車場、割合駐車場いっぱいで、止めれないんで、駐車場越えて、なんだろう、500メートルぐらい来たところのスペースに、なんとか止めれました。びっくりですね。さすがこのピークのシーズンは、駐車場、5時に来ないとダメみたいですね。とりあえず割合駐車場の方まで戻ります。中登山道登山口、すっごい人、これは参ったな。天気は上々だね。ああ天気はいいね。渋滞に巻き込まれて、渋滞の先頭になっちゃって、ペースが崩れちゃったな。いきなりハーハーで、やばいぞこれ。暑い、もう服脱いで、完全に夏だよ。大変。なかなか変化に富んだコースが多いですね。もう下山ですか。あ、もう下山、早いですね。お疲れ様です。テーマパークで、ホッパーゾーンで安心です。もう降りてくる人もちらからいるね。驚いた。まだもうちょっと空いてる時に来ようかね。あ、少し色づいてる。おお、なんだこれ。え？
悪いわ、大丈夫。よし、ここ。これはすごい。今のところは、ものすごい登りやすいですね。そこまで急勾配もないし。天気もいいし。最高なんだけど。ちょっと人が多すぎるな。いいな、これ。よいしょ。いや。いいだね。取ってきました。取ってきました。いや。いや、今日快晴だな。ああ、すごいよ、これは。これはもう頂上すごいんだろうね。いや、この撮影スポットか。これはもう山頂すごいと思う。ロープウェイのお客さんたちに来る日、綺麗。よいしょ。
いしょ。面白いですよね。これは飽きない。北海道。こっち登れそうだけど、バカなことはしない。ちょっとこんなにアスレチック的な登山道は初めてですね。ご参照だけあと50分ぐらいかな。休憩できるんだけど、よいしょ。お、鎖がある。鎖はいらない。
最初だけ頂上超ロープウェイ山頂駅すごい人ホームなのかな。山に疲れたっていうより人に疲れたね。これはすごい経験したわ。綺麗。山頂が見えてきました。一般環境観光客もすごい人ですね。みんな真冬の様相で、俺半袖 T シャツ、ちょっと服着なんて寒いかな。あー、山頂は色づきが綺麗ですね。もうちょっと芸人が一番だるいわ。こんなんじゃない。いやー、すごいすごい。